政宗に起こされましたので運転再開したいと思います。本日は三重県四日市で演奏の仕事ですのでそこまで向かいます。6時を過ぎましたのでサービスエリアに入りたいと思います。宝塚北サービスエリア、新しいサービスエリアです。のある京都を通過中です。このまま通過して三重に向かいます。お気に入りのパーキングエリアに入りたいと思います。江南パーキングエリア、少し侍犬の散歩などしようかなと。侍犬の散歩が終わりましたのでこれから本日の演奏会場に向かいたいと思います。現在10時半ですけど11時半には会場にということでちょこっとご飯を食べてそれから行こうかなと思ってます。予定通り四日市に到着しました。これからインターチェンジ降りたいと思います。夜間割引案の軽自動車割引いくらでしょうか。場所に到着します。この2階グリーンゴルフ赤坂、ただいま4時半ですけど仕事が無事に終了しました。これから用事をしながら名古屋に向かいたいと思います。温泉も入りながら今日は早い晩酌ができればいいなと思います。どうでしょうか。仕事終了。ただいま6
6時前です。これから少し早めのお風呂に入りたいと思います。温泉です。上がりまして、さっぱりです。これから本日の車中泊の地へ行きます。本日は湾岸長島パーキングエリア、海のすぐ近くのサービスエリアになります。このサービスエリアのいいところは、なんと足湯のあることです。足湯に入りながらお酒をいただきたいと思います。車中泊のいいところですね。では乾杯。八海さん、
車に戻ってきました。軽く晩酌&夕食したいと思います。最初は焼酎と枝豆、ほろ酔いです。そして暗闇だけどかぼちゃのサラダ、最後は炭火焼き鳥、いただきます。まあ本当は火で焼くんですけども、あえて火で焼かないで冷たい焼き鳥、冷製焼き鳥になります。これを締めて本日は終了したいと思います。本日は3日目ということでしたけど、一日ありがとうございました。おやすみなさい。冷製焼き鳥結構おいしい。